オットモーリッツ・バルター・モーデルは、ドイツの軍人。最終階級は帥。ゲンティー生まれ。音楽監督夫モーデルとマリアの長男。ゲンティーン、エアフルト及びナウムブルクの学校に通った。アビトゥーアに合格するも、軍人への道を志し、1909年に、士官候補生として、第52ブランデンブルク不評連隊、フォン・アルフェンス・レーベンに入営。 ニサの士官学校で学ぶ。翌年将位任官し、クロスセンアンデアオーデルの第一大隊に配属。第一次世界大戦勃発当初、第五十二連隊は、第一軍参加の第五師団第十不評旅団に編入され、大隊副官、連隊副官として、西部戦線に従軍。1915年に、即成の参謀教育を受け、中隊長として、 前線で重傷を負った後、陸軍最高司令部に転属となり、作戦下に配属される。1917年に大尉に昇進。翌年交尾第36師団の自席参謀に転属となる。1918年11月11日の停戦後、交尾第36師団はアーヘン経由で団地費に戻り、そこで動員解除された。 戦後も軍に残り、第17軍団参謀将校、東部国境警備隊、ミュンスターの、第14不評連隊の第2大隊機関銃、中隊長、戦術、戦士教官などを経験する。1929年、少佐に昇進し兵務局教育部に転属。1932年、中佐に昇進して、翌年大隊長。1934年、 大佐に昇進し、第2、不評連隊長。1935年、陸軍参謀本部技術部長。1938年、少将に昇進し、第4軍団参謀長。司令部でのモーデル右は、第 10SS 総甲師団長、ハインツ・ハルメル SS 少将、第2次世界大戦が始まると、1939年の、ポーランド進行と、 翌1940年の西方電撃戦で、第16軍参謀長を務めた。その後も、第3総工師団長、第41軍団長、第9軍司令官を務め、特に1941年からの独祖戦では、1941年7月に、騎士鉄十字章を、受章さらに1941年冬のモスクワ全面での、 ソ連赤軍の反撃に対し、就任した大級軍司令官として巧みな防衛戦で戦線を安定させ、ヒトラーの真を得た。この選考により1942年2月に上級大将に昇進し、さらに立て続けに、白陽騎士鉄十字章、白陽剣付き騎士鉄十字章を授与された。その後も、 第9軍司令官として、第2次ルジェフ海戦や、ルジェフ都市部からの撤退作戦など防衛戦に活躍し、ヒトラーの引けし屋の異名を得る。しかし、1943年7月のクルスクの戦いにおいては、彼の第9軍は北部からの主攻撃を担当したが、ソ連赤軍の堅固な守りによって大きな戦果を挙げることはできなかった。この際、 ヒトラーの下で行われた5月の作戦会議において、参謀総長、クルト・ツァイツラー、中央軍集団司令官、ギュンター・フォンクルーゲ、南方軍集団司令官、エイリヒ・フォン・マンシュタインは、作戦の即時実行を主張したのに対して、モーデルは、自軍は準備不足であり、作戦開始は1ヶ月は延期すべきであるとの主張を押し通した。この結果、 ソ連赤軍の防衛体制はさらに増強され、作戦の失敗につながった。これについては、モーデルはもともと作戦自体に反対だったのであり、延期を繰り返すことによって作戦そのものを中止に持っていこうとしたとも言われている。その後、一時の休養を挟んで、1944年1月には、レニングラード地区で、ソ連赤軍の攻勢を受けていた。 北方軍集団の司令官に就任し、とりあえず戦線を安定させた。その後3月には、解任されたエイリッヒ・フォンマンシュタインの後任として、北ウクライナ軍集団の司令官に就任し、同時に元帥に劣せられた。6月には、ソ連の大攻勢によって封印された、中央軍集団の司令官を兼任し、かろうじて戦線を立て直すことに成功した。 同年7月にヒトラー暗殺未遂事件が発生するとヒトラーに大使生死を差し出している。この事件の影響で8月にギュンター・フォンクルーゲの公認として西方軍総司令官及び B 軍集団の司令官として西部戦線へ転任するがドイツ軍は連合国軍の急速な進撃によってファレーズ包囲戦で大打撃を受けるなど回想状態となっており 状況は、さすがのモーデルの手にも余った。この時モーデルは、ヒトラーから出されたパリ破壊命令を忠実に、実行する、要、破壊命令に躊躇していたパリ防衛司令官の、ディートリヒフォン・コルティッツに命じている。9月初めにゲルト・フォン・ルントシュテットが、西方軍総司令官に再任されると、モーデルは、B 軍集団司令官の選任となり、 翌1945年4月までその職にあった。この間、9月の連合軍のマーケットガーデン作戦を失敗に終わらせたが、12月のバルジの戦いにおいては、自身は大規模な攻勢作戦はもはや、ドイツ軍の戦力では不可能として反対したものの、ヒトラーを本意させることはできず、結局攻勢はミューズ川にも達することができず失敗に終わった。 この頃からヒトラーの信任も次第に失われていった。軍人墓地にあるモーデルの墓ドイツの敗戦直前、B 軍集団がルール地方で連合国軍に包囲されると一般市民を含む逃亡兵や連合軍との停戦交渉を試みた者を容赦なく即決裁判で処刑する指令を出すなど、荒烈な抵抗を続け、アメリカ軍のマシューリジウェイ症による 降伏勧告も拒絶した。連合軍の包囲網が狭まり壊滅が目前となると、指揮下の部隊に解散を命じた上で、ドイツの減衰は降伏しないものだとして、連合軍の捕虜となることを潔しとせず、デュースブルク近郊の森で拳銃を使って自決した。ヨーゼフ・ゲベルス宣伝省は、モーデルの軍集団を、ドイツ敗戦の責任者として避難する放送を行った。 モーデルは自決の地に仮埋葬されていたが、1955年に、フォセナックにある、ドイツ軍人墓地に改装されている。1921年5月12日、フランクフルトアムマインで、モーデルは、ヘルタホイセンと結婚し、カズオ事情を設けた。息子は、ドイツ連邦軍で少々になった。モーデルの3人の子供は、U ボート艦長の軍歴を持つマルティン・イーメラー。 牧師から福音主義教会の洗礼を受けた。ミュンスターで中隊長であった1923年にモーデルはニーメラー牧師と知り合った。モーデルは福音主義教会の信徒であるだけでなく積極的に礼拝にも出席する熱心な信仰者でもあった。1929年からモーデルはニーメラー牧師を指定に頻繁に招き、 議論を重ねるようになった。1932年になると、ニーメラは、ダーレム福音主義共同体の、聖安年協会牧師として、ベルリンに転居してきた。モーデルは、政治的には、ナチスの支持者であったが、教会内の親ナチス勢力であった、ドイツ的キリスト者には近づかなかった。モーデルは政治に無関心の軍人として振る舞っていたが、 ドイツ国防軍内では最もヒトラーに浸水していた人物と評されていた。1944年7月20日のヒトラー暗殺未遂事件後に差し出した生死で同じく生死を差し出した将軍たちの中でも際立ってヒトラーに対する忠誠を明確に表明している。自決した際の最後の訓示はこの戦争の結果という圧力により ドイツ国民の多くやドイツ軍さえもが物質万能主義に毒されたユダヤ人や民主主義の思想に怪我されていたことが明らかになったというものだった。強烈な自負心の持ち主でもあり、1942年の初頭における東部戦線の最初の冬季戦最中に第9軍司令官として着任した時、どのくらいの増援を連れてきたのかという質問に私だ。 と答えたまた、連合軍が空挺作戦を発動したという知らせを受けた際、最初は、連合軍コマンド部隊による自分の誘拐作戦ではないかと思ったという、独身の士官の受訓や昇進を嫌う気癖があったと言われる。モーデルのあだ名として、ヒトラーの火消し屋がよく知られているが、その他にも巧みな防戦式にちなんだ、防御の職人。 部下に厳しい目標達成を命じたことから、スタハノフ、広報勤務者の中から、前線勤務に耐える者を常に物色していたことから、恐怖の飛行者といった、様々なあだ名をつけられていた。ありがとうございます。